appearing. OK。よし。秒でいこう、秒で。よっしゃー、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、枯渇スケラやっていこうと思います。まあ、プリンス枯渇スケラみたいな感じで。今の環境結構、タルババが流行りすぎて、コウモリがね、めちゃくちゃ刺さりがいいです。で、まあ、タルババ枯渇のギャングとゴブリン、吹きゴブって感じで、まあ、なかなかね、バランスの取れちゃう。で、墓石をね、まあ、スパーキーとかもね、ちょいちょいいるんで、墓石でね、しばき倒しながらって感じのデッキですね。ということで、今日も元気に姫路城行きましょう。競馬どうでしょう。ありがとうございます。とりあえず、ギャングっすかね。はしまいギャング。OK。でもって、ちょっと枯渇感を出しながら、枯渇っぽい顔しときながら、吹きこぶで逆サイ受けていって、まあ、丸太切ったんでね、これの処理がね、まただるいと。あ、これ入ります。チク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 と。はいはいはい。待て待てよ、待てよ。それだけは待ってくれ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。丸太、読み丸太やめてくれ。よいしょ。ひりせ。なんなら俺の方が勝ってる、ダメ取れ。OK。いいよいいよ。ここで、クロス来たらもうポイズンタルババ防衛しかないですね。とりあえずこれは受ける。で、ファイブを打たれないように、この位置にボスに。違う、ロケットだな、これ。ロケットだ。この位置でいいや。はい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 。で、ポイズン打ってから、後ろから展開ですね。このポイズン打っちゃえば、もうこのクロスなんかもクソどうでもいいんで、とりあえず無視しながら、あれですね。あれとは。コウモリを切り散らかしてから、ケツプリンス。よいしょ。あとあえて3枚切らないと、回らないんで、フライスピいっちゃいます。で、これ1回丸太ノックバックするしかないんで、相手は。ツン。ツンと。オッケーオッケー。この位置に、吹き矢が入りそう。いいよ。よいしょ。はい。オッケーオッケーオッケー。丸太使った。シンプルにプリンスとスケラ打ってコウモリ追加。あっ、ドライゴリしか打っていない。まあ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 。勝ったっすね、これ。よし。オッケーオッケー。あとは、丁寧に守る感じですね。丁寧さんですね。よいしょ。秒破壊ですね。秒破壊の鬼ですね。カツンといっていき、まあ、吹きゴブをいっていき、とりあえずギャンかな。丸太切ったんで。あ、これ、ニクラ、ワンチャンニクラ。チャーンって感じですね。ツッコミちょうだい、ツッコミ。オッケー、行きましょう。やば。今のバカほどつまんねえな。カットしよう。よし。今日スケート。なるほど。とりあえず始まりギャング。もう枯渇感出すのが大事ですね。もうなんやこのデッキって思わせるのが大事なんで。まあ大体ギャングと吹き矢見たらまあ枯渇だろうみたいなとこあるんで。やば。そんな初手からペッカいく？やばい。鼻が詰まってる。ちょっと待って。本当はペッカーされたら、プリンススケラ打ちたいんですよね。なんですけど、ですね、あかんやろ、それ。よいしょ。ビシッ。ザップ打ってきそうだよな。ザップ打ってきてからが本番みたいなとこあるっすよね。よいしょ。わー、一発入る。マジか。これ丸太だな。で、今ペッカしかいないはずだから、オッケーオッケー。これ無視ですね。で、ギャングがいなくて、今。ケツプリンスしたらケツペッカで合わせてくれると祈って、合わせてきたところを、多分まだスケラってバレてないんで、ケツプリンスして、ケツペッカしてきたところをスケラ打って、はいはいはい。で、これで丸太なんで、相手は。よいしょ、コウモリ追加。どうだ。おお、いいよいいよ。結構いい。丸太切ってからだったら、このぶち刺さるんで。はいはいはい。オッケーオッケー。で、後ろに足せるのが今、ギャングぐらいしかいないから、この位置。ギャング構える。はいはいはい。ガゴムレか。それしんどいな、普通に。クラロアイズしんどいな。まあ、スパーキー対策でいい感じのスケラになったっすね。ワンチャン逆折りに行く説がある。あるか、本当に。これギャングで受けられるな。で、丸太だな、これ。まあ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 。よきよきさんですね。はい、どうも皆さんと。危ねえ危ねえ。なるほど。こっち側でいけて、これははいはい、タルベイベリアンぶっ転がして、はい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 。ちょっと待ってよ、スケラこれで丸太打ってくるから、ギャングスケラしてポイズンですね。いや、いい。これ、オッケー。あと、細かいのしかないから、これが入る。おいし、オッケー。いいですね。よしよしよし。危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。ギャング、丸太切らしてからのギャングスケラが割と刺さるんで、ギャングスケラっていう選択肢もありですね。普通に。縦プラスのスケラが、やっぱ本当ね、スケラの形みたいな。イメージがあると思うんですけど、ギャングスケラも全然ありですね。縦スケが流行ってた頃は、ほんと縦スケスケラとかめっちゃ打ってたんで、縦スケスケ。とりあえず、あぶね、タルベベをぶっ転がします。あー、かぶった。かぶったけど美味しい。なんか出してくれれば。よいしょ。ベビドラ。ベビドラか。マジかよ、それ。嘘って言ってくれよ。まあまあだるいな、それ。だるいですね。結構だるしよう。No。まあ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 。でも、多分これ、プリンスいけるカードないと思うんですよね。ボーラーとかだから。逆にこれスケラ打っちゃって、タルババ使ったばっかなんで。よいしょ。いいよ。オッケー。引きはいけるいける。引きはいける。オッケーオッケー。で、トルネ切ったんで、ここは、コウモリで、タワーで受けつつ、コウモリで防衛して、よいしょ、タルバースね。これ、トルネ切って、アイスウィズもいなくて、多分だるいですね、これ。普通に。はいはいはい。いいよ。ワンチャン。あっ、やばい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 。ちょっと待って。これ来るよな、来るよな、それ来るよな。これ、倍になったらやばい。フリーズ来る。ね、墓石出そうとしたらポイズン出た。こういうとこだよな。でも今スケラ打ったんで、このベビドラに合わせてスケラを打てないんで、これで横にタゲを反らしてポイズン打ちます。 OK で、これスケで受けれるんで OK ですね。こんだけ墓石あったら、はいはい、そうするしかないんですよ、本当に。でこれはこう受けてあげて、ゆっくり。あと14秒だから、まあ、ポイズンですね。じじ。まあ、とりあえず戦略的防衛スキャラ打って、まあ、墓石と。よし、じじ。OK やばい。よいしょ。ってことでですね、ありがとうございます。いい感じの、咳がやばい。ってことで、まあ、こんな感じの、結構ね、強めの、枯渇で、要素で、ああいう、なんだろう、スケラだけじゃなくて、アイスビズとトルネ、ベビドラ切ったから、タルババコウモリとか、そういうのも全然ありですね。ああいうので、やっぱインドラ引き出して、しかも削れるみたいな感じで、結構ありなんでね。頭使ってやると結構面白いデッキなんで、ぜひ皆さんもやってみてください。ということで、まあさっきも言ったんですけど、今後普通に、まあみかんさんとは、普通に結構コラボやってもらって、あとは、キョキョさんやドージさんにも、今週ね、コラボ動画を撮ってもらって、まあ、後々上がると思うので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ということで、毎日投稿頑張っているので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。お疲れ様でした。